2001年6月8日、大阪教育大学附属池田小学校で起きた無差別殺傷事件です。犯人は宅間守元死刑囚。判決後およそ1年後の2004年9月14日に死刑執行なんですね。まあ、この男に対してやっぱり精神鑑定っていうのがやっぱり避けては通れないワードという、逮捕当初拓磨は精神障害者を装った言動を取った。しかし公判中に2度にわたって行われた精神鑑定の結果では、2度とも妄想性などのパーソナリティ障害は認められるが、統合失調症ではなく責任能力を減免するような精神障害はないと責任能力が認められた。裁判では2001年12月、大阪地方裁判所で初公判。2003年8月、被告人宅間に対し死刑判決。裁判中起訴内容確認の際も、座ってもいいかと言ったり、あくびや裁判長や遺族へのにらみつけ、貧乏ゆすりなどの悪態を繰り返し、どうせ死刑なら最後にちょっと言わせてえな、今までおとなしくしとったんや、それぐらいあってもええやないか、などの暴言を吐き、裁判長から発言をやめなさいと注意されてもやめなかったので、強制退席させられたっていうことなんですね。裁判長は被告人を死刑に処すると、二度も読み上げる例を見ない申し渡しとなった。退場の際、遺族の一名の実名を大声で罵り、傍聴席からは、早死ね、一人で死ね、などの怒りの声が飛び交ったという。死刑確定後、拓磨は主任弁護士へ6ヶ月以内もしくは3ヶ月以内の死刑を望むと伝え、6ヶ月以内に執行されなければ精神的苦痛を理由に国家賠償請求訴訟を起こす準備を行っていた。生まれてきた年代とか時代背景にもよるんですけども、ここまで屈折してるっていうのはなかなか珍しいですね。そんなところからこの拓磨の生い立ちに触れていきたいと思います。1963年、まあ、昭和38年、兵庫県生まれ。幼い頃から父親から暴行虐待を受け続けていた。母親はネグレクトで拓磨を妊娠中からこれはあかんと言って中絶を強く望んでいたというんですね。誕生後もちろんこの拓磨は邪魔者扱いであったっていうことなんですね。3歳の頃三輪車で国道を渋滞させたり、小学生の頃は強い者からはいじめられ、弱い者には徹底的にいじめるなどの問題行動を繰り返していた。中学に入ると好きだった少女のお弁当に自分の精液をかけるなど問題行動に加え、異常行動も目立ち始めた。高校時代にも同様に問題行動が続き、停学処分を受けている。高学歴高収入のエリートに対する強い妬みや鬱積を抱えていたというんですね。工業高校は中退し、定時制高校へ編入してもすぐ退学。アルバイト生活も数ヶ月で辞めるなど生活は不安定。18歳で航空自衛隊へ入隊するも、家出少女を下宿させ性交渉したことによる事件で1年で除隊処分となった。除隊後転職を数十箇所を繰り返す。いずれの仕事も長続きできず、家族への暴力、勤務先での傷害暴行、高速道路の逆走、マンション住民への嫌がらせ、睨みつけや唾を吐きかけるなど、また強姦事件なども起こしているんですね。そして地方公務員としてバスの運転手やゴミ収集をしたり、小学校の用務員にもなったりしているが、乗客に因縁をつけたり、小学校の教師のお茶に精神安定剤を混入させるなどの事件も起こしている。就職したり勤めるところまでは行っているんですよね。結局面談面接やそういったものはある程度こなせるし、小学校の用務員にもなっていて、ここでも問題があるから、やっぱり学校に対する鬱屈した気持ちとか、まあ要は面白くない気持ちがあったのは間違いないです。ただそういうことを仕事につけている、まあ今の現代ではちょっと難しいのかもしれませんが、その当時、この私よりもちょっと年代が上なんで、年齢は上なんであれなんですけど、同じ時期としてはなんとか仕事にはあぶれずに済んだというようなことができたんでしょうね。そしてこの男のまたちょっと得意っていうか、私がいろいろ調べてる中で、まあちょっとこれ珍しいパターンですけども、4度の結婚をしているんですね。ただ医師と詐称したことが判明し離婚。2度目は妻とは別の女性に強姦事件を起こし離婚。3度目の妻にはこの世で一緒になれないならあの世で一緒になると脅し、強制的に結婚。すぐに妊娠するも拓磨からの暴行により
妻は中絶することになり、度重なる暴力に耐えかねた妻は拓磨に200万円を支払い離婚を成立させた。拓磨はこの3人目の妻にとても執着していたと言います。ここなんですよね。正直言って異常でおかしければ女性との縁もないどころか友達もできにくい、友人もいないっていうパターンが多いんですが、この男は女性にだけは縁があった。普通はそういう風の男なら詐欺行為だとか金銭に執着するんですけど、この犯罪傾向を見ていくと性的欲求行動っていうものも異常性が見られるんで、そういう風に女性の方に方向が向いてしまったんじゃないかということなんですね。まあ、あらゆる暴行、傷害、薬物混入事件を妻たち、この女性たちとうまくいかないせいだと他人に責任を押し付けるっていう傾向があるんですね。当然生活に行き詰まり、自殺も考えたが行動できず、社会へ苛立ちを募らせ、原因を社会や世間や他者になすりつけるようになっていったんですね。まあ、自殺しなかった理由について元妻たちが喜ぶだけでは面白くないと、俺と知り合ったことを後悔させてやると、まあ強がりは言っているんですけど、まあその自殺することを勇気とか強さとは言いません。言いませんけども、この男に関してはそこだったんでしょうね。人には暴行、暴力が震えても自分が痛い思いや怖い思いをするのは嫌だということだったんでしょうね。といった理由で、罪もない人へ迷惑行為を繰り返し、エリートの卵を殺せば世間も震撼させられるだろうと考えるようになったというんですね。繁華街へダンプカーで無差別に引き殺すことも考えていたようだが、子供たちを標的にすることの方が簡単であること、エリートへの恨みも晴らせると小学校を狙うことにした。当然これ相手が大人だとやられてしまうかもしれない、返り討ちに遭うかもしれないっていうことも考えて、本当に勝てる弱いところを狙ったという、まあこの卑劣な考え方ですよね。今までの暴行事件などでは、捕まるのが面倒だと精神疾患を理由に入院したり、入院中に飛び降り行為を行い異常性をアピールするなどして不起訴になる巧妙な手口を繰り返してきたわけですね。いわゆるこの事件、この池田小学校池田小よりも微罪なことですよね。微罪じゃないですよ、実際暴行や脅迫は。ですけども、そこはなんとかごまかしてこれたんですね。しかし今回は子供をたくさん殺せば必ず死刑になれると思ったと死を望んでいた。ちょっとここはね、本当に死を望んだのかという、まあ確かに最終的にはそうやり言ってるんですけど、流れ的にもうそうせざるを得ないからそういう風になったという風に私は見てるんですね。弁護団は裁判に向けて拓磨に反省を促すべく遺族からの調書を読ませたが、その返事は公表を控えるしかないという遺族へ対する残虐な言葉だらけだったというんです。大阪地方裁判所の死刑判決後、翌日弁護団は控訴するも拓磨本人により取り下げ、2003年死刑確定となった。まあ今からはこの事件後の拓磨の家族、家庭関係のお話をしますが、これは本当にご多分に漏れず悲惨な状況です。拓磨の兄は事件後心を病み自殺、母親も精神に異常をきたし長期にわたって治療するも死去、父親は事件後主犯になり入院生活で唯一生存していたが、拓磨は宮崎勉の父親のように自殺してほしかったと述べたということですね。家族には私はの考えでは被害が及ぶとか家族は違うだろうと思いますけど、やはりここまで来るとっていうのはありますよね。そしてこれはもう20年も経っているんでもういいかと私は思うんですけど、このこと、この事件があってからもう世の中と制度が変わったんで、あまりにも大きい犠牲を払ったということです。学校の対応というのを考えてみたいと思います。パニックの現場で目撃していた教員たちは誰一人として生徒の避難誘導を行わなかったというよりも、その避難誘導っていう概念がなかったんですね。どうしていいかわからなかったっていうことですね。まず不審者の入校を見逃したことというか、当時はね入れてしまったたんですよね。被害児童の手当てを行わなかったこと、通報が遅すぎたこと、後に秋葉原殺傷事件の時ですね、あの時でも医者である人がもう躊躇したっていうぐらいの惨状だったということです。なのでこの時ももう先生自体もパニックになってたっていうことは、
もうどうにもできなかったっていうのは同情するところはあるんですけども、手当っていうものを何もできてなかったっていうことなんですね。もし現場の手当がもう少し適切に行われていれば、少なくてもという救われた命がいくつかあっただろうというふうに言われています。救急搬送に付き添う教員もおらず、把握していた教員も皆無で、生徒の搬送先も分からず、親自身がね、自ら問い合わせることになり、被害者遺族家族が搬送先へ早急に向かうことができなかったっていうんですね。まあそれでも学校側の対応が不適切であったことが問題視されたんです。これ以降小学生は放課後校庭で遊べなくなり、近隣住民も学校への出入りを制限され、教育関連施設の警察官立ち寄り所の看板設置が必要となったっていうんです。小学校を管理する文部科学省は被害者遺族らに総額4億円の慰謝料や賠償金を支給したと。まあそれでね、遺族の感情が癒されるはずはなく、またこの事件を目撃していた同級生たちも長年 PTSD に苦しむことになり、この20年を経った今現在もこの事件の傷跡を抱えているというんですね。あまりにもね、ちょっと本当に社会にも当人たちにも大きい事件であって、私が本当に思ったのは、当時ですよ、今こんな考え方、こんなことがやれるんなら他でもっとそんなことができるならと思ったけど、こういう人はこういうことしかできないんだっていうのが思いました。結局何もできずこれになったっていうか、あれができるからこれがやれるからって言って、こういった凄惨な歪んだ事件を起こすんじゃなくて、最終的に追い詰められて追い詰められて、これしかなくなったっていう先に多くの命が失われたという、とても辛い事件だということです。まあこれを契機にもう20年経ちましたが、皆さんも一度考えるきっかけにしていただければありがたいと思います。